さて、続きから遊ぼうとしたのですが、なんか不具合かどうか、メインミッション消えちゃいましたね。まあ、仕方ないので、とりあえず無視して進めましょうか。次の目標はホワイトスプリングのそばですね。ミュータントの基地から何かを盗むというミッションですが、果たして表示されるのかな？まあ、また途中何かあればね、いろいろ回収しながら進みましょう。あれはスコーチかな？なんか、焦げたグールいない？あそこ。大丈夫？ミュータントがいる。じゃあこれのミュータントを買って、弾薬とかね、手に入れますか？どこだ？デンジャー。殺すと言いながら、キッチンの奥に立って、いらっしゃいませしてる？もしかして。私を、待ち構えていてくれたのか。すいません、それ一つください。うわぁ。一発でしない。なんかタフな店長だ。お、これ、使えるようになってますね。コンバットスナイパー。これあればもう勝てるんじゃないか？じゃあハンティングライフルは解体しよう。待てよ、弾薬がない可能性が。45合計170発ある？意外と持ってますね。これはもらったね。あそこはクリフウォッチで、こんなとこに車がありますね。なんで？墓だ。何か埋めに来たのか？ドッグボール。これは犬ですかね？こっち側に埋まってんのはね。まだ死体は埋まってない感じか？こちらの、これを埋めようとしたのか、もしくは掘り起こしたのか。どっちかですね。これはなんだ？でかい木の下で、ピクニック？そんな感じですね。ピクニックしてる最中にやられたか。何か痕跡はないか？みんな空っぽだな。なんだなんだ、巻き込む。あー、ティック。ほらほら、来んじゃない。ギターがあるね。バイオリンか。またダニー。ティムスが間に合わない。まだいるぞ、どっかに。遠方にいますが、マウンテンハニー。これはやばい酒だな。特に何かあるわけではないね。こんなとこバイクで来れますか？山用のバイクなのか、これは。前方はゴルフ場？ホワイトスプリングの。お、ここにもなんかあるね。あー、これ鉄砲で撃っていったのかな？的当て？あそこからね。あ、ここら辺にもありますね。撃てばクルーンって回るんですかね、これね。二つのみかな。あ、さらに下にあったね。三つだ。これを狙いというのか？あそこに登って。まあ、スコープがあればね、楽勝でしょうけど。目標はこのゴルフ場を突き抜けて反対側だと思います。途中グールいるかな？こんなとこに建物あったんだ。これトイレですね。調べてみるか？全部浸水してますね。バフアウト。トイレは隣と繋がっている。これは、急いでトイレに駆け込んだのかな。乗り物でね。あ、鍵が閉まってるぞ。ヘアピン残り5だが。開ける。あ、地雷？なぜトイレにこんな地雷が。そんなに慌てていたのか。爆発物がいっぱいありますね。冷却プラズマ。パルス地雷。これが、地雷を撒いた主か。最後はここで、爆発して死んだような、そんな感じですね。骨が散らばっている。なんかこの岩肌、縦線が入ってますね。不自然に。なんでしょうね、これ。そういうテクスチャーなのか？おっと、びっくりした。目の前に、これはスコッチビスト。どうだ、肉は。回収できないか。うわぁ、リアルだね。すごいね、これ。ここは、ホワイトスプリングのバンカー。今はまだ入れませんが。さて、ちょっとログインし直しましたが、クエストマーカーが元に戻りましたね。で、こちら、危なくなったら、向こうのね、ホワイトスプリングの詰め所。ん？あそこに隠れると思いきや。やばい。みんな負けてる今回。まずいな。あれ、レベルいくつ？ミュータンスーサイドもいる。ちょっと、いろいろまずいな、これ。
あそこに逃げ込もうと思ったのに、あれは確実に60レベル級でしょうね。あの太っちょ具合ね。あいつは59。これはちょっと当てにできないな、今回は。まあ、これの弾薬が150発ほどあるから、それで頑張るか？もしくはステルスでね、あえて戦わずにこっそり盗むかね。どっちかですよね。あれ？盗む場所ここじゃない？北になってますね。ここじゃないのか？あれおかしいな。てっきり、この場所かと思ったんですけど、以前ここに来たんでね。ここから見えますね。レベル5。これは楽勝だな。ちょっと遠いから、ダメージは通りませんが、さっくりと倒していく。2体目。マシンガンタルト、あれ壊そう。ガシッと、当たるんだ。あそこにいる。背中を、うっとって、クリアか？お、水だ。助かった。おー、近くにいた。いる、お、あら、レベル16だけど？あー、あと今6んだ。なんだこいつ、すっげーゆっくり動いて。今頃か。距離取ろう。出てきたから。遠くから狙っていく、スナイピング。よし、決まった。こちらに武士。なんだ？何を盗むんだ、これ。これしかないぞ。しかし完了だ。おお。次はグルマンズか。だから私たちはあいつらをグルマンズと呼ぶんだ。あんたに無理強いするつもりはない。でも練習だけはした方がいい。練習だけはした方がいい。さまよってたのを見かけたからあいつらを飼ってこい。射撃の訓練にはちょうどいいだろ。グルマンズのやり方が正しかったとは言わないけど、そのおかげで飢えずに済んだのも事実だな。戻ってくるときはちゃんと歯を磨いておけよ。腐ったグールの肉みたいな口臭を嗅がされたくないから。グルマンズのおかげで飢えをしのげたという話ですから、やっぱローズも食ってたんですかね、人の肉をね。次の目標はまたいろいろ散ってますね。前方の操作上にはちょっとレベルの低いミュータントがいますね。勝っていこうかな。ホワイトスプリング周辺のグールはね、厳しい気がする。1体ぐらいならやれるかもしれませんが。まず1体。あいつも倒して、横に1体来たぞ。ギリギリコーションセーフ。ああ、きつい。レベル5か。レベル5なら、ご両親。そこには、レベル10。こいつもご両親だ。コーションになりましたね。チャージレーザースナイパーライフル。使えるものは使っていこう。レーザー系の威力はね、上がったという話ですから。こちらに物資があったかな？ありますね。水。喉が渇いてる。水を飲むか。ラットへ希釈を使う。あと綺麗な水に、ウイスキー。グールいませんね。どっかに消えてしまったか？バッツに反応がない。他のプレイヤーに、いたよ。急に屈伸運動始めた。62。どうしますかね。地雷持ってるからそれ使うか。以前もこれで爆発して死んだ記憶がありますけどね。パルス地雷とプラズマ地雷しかないな。これ強いのかな？あんま使っとんないからな。結構いるね。あとは火炎瓶使おう。いや、フラググレネードでいいか。冷却ぐらいも念のため巻いとくかな？先にね。ここら辺に。こっちからも通したけど大丈夫かな？そして、フラググレネード。あ、爆発するぞ。あ、倒した。やった。成功した。やったね。グルマ
ぐに食いつくだろうな。強制はしないけど、まさかここに来てビビったりはしないだろうね。どっちにしろ、僕の時間だ。ちょっと待って、予定と違う、それ。そうか、次グールを食べるみたいな、そのありました。うわー、やっぱり、ちょ、予定と全然違う。待て、それともじゃないんだよ。まずはレーダーの戦術をいろいろ学んだ後、どうだ、この上は。奴ら乗ってこれない。乗ってきた。ストレートに乗ってきた。ああ、食らったか、今。かすったようだな。うわ、来てる。竹田、ここ道が。ここ道がまずいよ。トラック。トラック。どうだ、乗ってこない。ちょっと、楽いけど。よし。よし。乗ってくんのか、お前。うわ、来るな。来るな、お前。やろう。ちょっと数え。数えちゃちょい。よし。あれ。まずこれ車爆発するんじゃない？やべ、トラック爆発する。これまずいぞ。ここはどうだ？ここはどうだ？奴らがいなくなってくれればいいんだ。とりあえずグレネード。おい。ちょっとトラック爆発は無理だったな。ここはいけそうだけど、なんとかね。よし。敵は去っていくね。来れない場所に入れば、敵は逃げ出す。しかし、ぬかちり使ってしまいましたね。オポッサムのベーコン食べよう。次は北ですね。途中いろいろ狩りながら、狩れるものならば、狩りながら狩りましょう。弱そうな敵もいますね、ちょうど。ああ、ずれた。当たらんか？こっからちょっと当たらない？やつを、ペチペチ。倒した。新手かな？レベル5。ほい。あら、なんだ。よし。ショットが決まった。48。急に強い来たぞ。グレネードを惜しみなく使うか。背中を、とりあえず撃ちまくって、あわよく頭を撃つ。やつはどっかに消えましたね。グレネードを上げる。どうだ？当たんなかったかな？ああ、危ねえ、うわあ、超バカした。同時にどれくらいバカした？相当バカしましたね。4台ぐらい。しかし、あんまり、そこそこダメージ取ってるか。どこ行った？そこか。今度はそのトラックだ。うわーっと、バカするぞ。ああ、気づかれたけど。やべ。レベル低いな、あいつら。あ、落ちちゃった。うわー、ミサイルランチャー。レベルは低いから、こいつらやるぞ。あと一体。あ、こいつはダメ、こいつはやばい。こいつはやばい。あいつはレベル低い。ちょっとレベル低いのは相手にしよう。二体目。あいつはやるそうだが、48。先ほど結構ダメージを負ってるやつですね。あ、頭狙えれば。やれないことないぞ。よし、やったか。うわーっと、見せるんちゃう。危ない。ぬかしり使う。仕方ない。うわー。待て。奥のハイゼロは強すぎる。この位置から画面を狙いたい放題だが。ちょっと、さようなら。一回逃げるぞ。うわー。頭に致命傷。いきなり強いのがいっぱい来たな。とりあえず食料とか食べて回復しよう。オボッサムのベーコン。他に食べ物は？ドッグチョップ。もう一個食べるか？これでライフは何とか持ち直しましたね。あいつどうする？ 10 レベル。あれやれるな？ほい。なんで、届かないんだ、これ。よし、一発。他に気づかれはしなかった。奥に強いのは一体。入り混ざってるね。近くに行ったような、あれ。あいつの強さが48。みんな強すぎる。やばい、気づかれた。うわ、近いよ。うわ、噛まれた。走って逃げる。うわ。逃げろ。
出しだ出しだ。わあ、ケビロ、ケビロ、ケビロ、うわあ、危ない危ない、ケビロ、うわあ、ちょっと待って待って、待て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 、うわあ、うわあ、うわあ、ちょっと待って、壊ったー。ガッツもいる。ちょっとミュータントと争いやってほしいですね、これは。よし、ここ先はアイボットのみか。お前ならバッツでバリバリ倒す。争いは終わったようですね。じゃあここは去りますか。ローズに会いに行こう。ちょっと懐かしのこちらね、キャンプポイント、この裏に物資があると思うんで、猫のいる場所ね、回収しましょう。お、ラッドウェイだ、助かるね。お酒、水を回収、クッキングステーションもありますね。大浴を回収して、スパイス、たまに水で、クッキング、これしか作れない。ファイヤーキャップスープで作るか。爆竹ベリージュースも作れる。一個でいいかな、とりあえず。まだ水があった。飼い猫、誰の飼い猫か存じませんが、人類が全滅してから6年ぐらいなんですね、多分。猫の寿命的にはまだ飼い主がいた時からね、6年ギリギリ生き残れるような、そんな感じですかね。前方は敵いますかね。敵の強さによっては倒していきたいところですね。死んでるかな。まあいつでもリスポーンするでしょうけど、いないのであればお宝いただきましょう。このカットスロットのキャンプにはね、何度もお世話になってますね。お、これいいね。左足20レベル。ボブルヘッドはエンデュランス、1時間にエンデュランスが2増加する。これいいね。こちらも使いましょう。ウエスタンリボルバーレベル20、なかなか強いな。ここにもクッキングステーションがありますね。木材を回収して、レジェンダリー68レベル。何かの光線中か。あいつは光線してませんね。棒立ち、内部に敵は見えない。いる。あー、68のスコーチ、これ厳しいね。鎧を強化しよう。スタデッドレザー、ちょっと硬くなる。胴体が壊れてますね。修理できる。あ、誰か倒してくれた。レジェンダリーよね。これも修理するか。メタルアーマー、ペイントメタルにすることによって硬くなる。こんなもんか。硬くして生存率を上げましょうね。おー、近い。42。うわー、デンジャー、まずいな。無視して一気に、うおー、ダメ、嫌い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 、うわー、うるれ。ヒットエンドランでやりたいけど全然当たらんな。うるれ。よし、逃げよう。ローザの元まで一気に走りましょう。またレーダーの中にグレネードがね、復活してそうなんで取っていきましょう。とても便利なレーダーの死体。さて、今までは5つのギャングのね、ちょっとした紹介みたいなミッションでしたね。で、こっからがギャングの本拠地を調べていくような形になるのかな。じゃあ話していきましょう。帰ってきたよ。なんでそんな物欲しそうな顔をしてるんだい。私のおかげで知識を得られたんだからいいけど。クエスト完了。あんたは信用に足ると確信した。秘密を教えてあげる。私の昔のレイダー仲間たちは死ぬ前に形の宝を残した。でも鍵をかけてしまい込んだから。宝を隠したと。問題はまだある。彼らは互いを信用していなかったから。お互いを信用していなかった。宝を任せるわけにはいかなかった。そこで鍵を分けることにして、各ギャグの鍵を5つに分けたと。パスワードを記録したホロテープを手元に置いた。全部見つけてくれたら私が継ぎはぎしてマスターキーを作ってあげる。まずはブラックウォーター鉱山から調べるといい。ブラックウォーター鉱山、フレディ・ラング。女性。じゃあブラックアウト鉱山行きましょうか。あそこね、以前行った時にちょっとまだ行ってない場所がね、一箇所ありましたね。そちらもついでに寄っていきましょう。
ブラックウォーター鉱山でフレディという女性、ギャングの親分がね、そこで消息を絶ったという話ですが、なぜ消えてしまったのか、その秘密も探りに行きましょうか。おっと、ビボン。率直に言う、私もし私を騙そうなんて、うわぁ、ちょいっぱいいる。このノコギリで内臓を引きずり出してクリスマスツリーの飾りみたいに飾ってやるから、悪く思う。ローズから連絡来たが、これまずいな。レベル50、これやれんのか。これ奴ら上がってくるのか。来そうだな。ちょっとぶった切ってみるか。よし、ここで待ちよければ何とかやれるかもしれない。あまりダメージはなってないが、カズオよ、グレネード装備してるかな。今来るぞ、うるれ。さあ山よ帰り、グレネード。ちょっと変なとこ飛んでた。よし、当たった。大ダメージかどうかわからんが、もう一発。どうだ、外したか。水を回収、メンタス。グレネードありったけ投げるかな。おら、来い、もう一発。いいぞ、グレネード投擲。あら、手が来た。おら、どうだ、やばい、こっち来んな、こっち来んな、お前。ほら、おら、帰り帰れ。うわ、まずいな、これ。あー、ちょ、待って。武器が壊れた感じの。これまずいぞ。うわー。先ほどスキーソードを手に入れたから、それを使いたい気分ではありますね。あ、前方には虫。まずいな。とりあえず崖から降りれば、逃げれるかもしれない。まだ一匹も倒してないのにな。来てる来てる。ここにいれば安全じゃないかな、意外と。今のうちにセットしよう。ブラックダイヤモンド。これですね。こっから、直下を出しまくる。コンバット、あたたたたたたたい。来てるぞ、来てるぞ。ヘッドショットをお願いする。来るかな？いいぞ。ああ、落ちちゃった。これじゃ無理だな。いや、しかし奴らを倒して肉にしたいよね。おっと、横に潜れるか、あれは。レベルは？レジェンダリーモングレル。しかしそれならば、パイプピストルを超当てまくる。いいぞ、奴の動きがちょっと止まってる。こいつを倒して2ピンするぞ。うわ、半分減らした。待て、どこ行くんだ、あいつ。どこ行くんだ。お尻を出して隠れてるようだな。可愛いじゃないか。しかしここから丸見えだ、貴様のお尻は。どこ行った。まず困るぞ。このままだと逃してしまう。あまりに離れすぎると。ヘッドショット。あ、どこ行っちゃうの？どこ行っちゃうの？奴は借りたいな、なんとしても。いろいろ、違うの、来た、違うの、来た。うわぁ、違う。ああ、待って、おちゃんで。なんで違うのやってくるか。やるか。一体ならやるかもしれない。そこの、ラット攻撃はやるしない。ケツを狙う。ディフェンス。ケースを切って切って、切りまくる。おいちょー。おら、やった。肉だ。肉を回収しよう。これじゃいないか？それのレジェンダリーと会いたいな、また。ちょっと減ってしまったので、その分焼かないとね。割に合わないよ。ん？潜れる。ショットガンでやるか。ショットガンを。ブジャ出るぞ。まだ、遅げんな。何逃げろ、そんなに。バッツで。よし、やった。新たな肉を回収だ。うん。大丈夫だよね。大丈夫だと信じたい。よし。なんとか大丈夫だった。処刑人のレールライフル。なんか面白そうな武器。お、ターゲットの体力が 40% 未満なら、ダメージが 50% 増加する。これ純粋に強いけど、レールライフルだから、弾が必要ですね。しかも装備できない。レベル50。なんだってんだ。解体もできないじゃんか。とりあえず今入手した肉を焼いて、ブラックウォーター鉱山向かいましょう。肉を焼く、ウルフリブ、ドッグチョップ、発酵肉のステーキ。食べましょう。まずは、爆竹ベリージュース。
喉の渇きを潤す。ブラックベリージュース。ファイヤーキャップスープ。発酵肉のステーキが回復できますね、結構。もう一個食べるか。ラットアイメンを使おう。希釈。ウルフリブを食べる。ほぼ万全だ。久しぶりの。よし、行くぞ。